はい、こんにちは、サロメです。本日はですね、私にダイエットのご質問をいただきましたんでね、一生懸命ね、私なりに回答していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日のご質問なんでございますけれども、こちらになります。匿名さんという方からね、いただきました。助けてください。3日間くらい体重が停滞するか増えたりしています。生理前とかの理由もあるかもなんですが、なかなか減らずに不安です。ご飯は朝コーンフレーク、ヨーグルト、昼スープ類、夜食べないという食生活をしています。運動はウォーキングを少しだけとストレッチだけです。やはりもっと運動量を増やすべきですかと。ね、このようなご質問をね、いただきまして、これだけだとね、なかなか回答ができませんので、やり取りをね、させていただきまして、さらにですね、この方なんですけれども、中学3年生の女子なんですね。で、運動量なんですけれどもね、昼から帰宅してね、できる日はね、腹筋をやったりですね、ウォーキングを30分ぐらいしているということでございますね。で、寝る前に足痩せと骨盤の矯正ストレッチをしているということでございます。で、これがまたね、すごいんですけれどもね、1日の摂取カロリーが700っていうことなんですよね。これが平均ですね。で、摂取カロリーをね、増やした方がよろしいでしょうかと。いうような形でございますね。そして、身長とか体重とかもね、知っていないとってことなんで、身長がですね、153.3、体重が 43.8 ということでございましてね。で、ダイエットを始めて5ヶ月ぐらい経っていると。で、始める前の体重は 50.5 キロでしたと。いうことでございます。で、またさらにですけれどもね、もうこの方の目標の体重がね、40キロということでございましてね。で、この方の目標ですね、これがですね、ポップティーンっていうですね、専属モデルさんたちのようなスラッとした体型になりたいということなんでございまして、とにかくですね、足痩せをしたいそうですね。そんな感じで、40キロにならないとね、達成感がないと、いうようなね、感じになっておりますね。でね、本当にね、このご質問をね、お受けいたしまして、私も実はね、この同じぐらいのね、子供がおりますのでね、もうすごくね、親心じゃないけども、心配になっちゃってね、これ。いろいろ本当にこれ今回ね動画出させていただいておりますけれども、とにかくですね、この方ね、ほんの少しだけね、あともうガリガリになりたいんですってね、そういったのが気持ちが本当に強いというような感じなんでございますよね。ですのでこれね、本当にね、こうやって一生懸命ね、そういうポップティーンのね、専属モデルさんみたいにね、なりたいってね、本当に心から思って今ね、一生懸命こんな感じでですね、元の体重が50キロからですね、43.8 ですから、相当これがダイエット頑張りましたね、これね。本当だから、その状況ですからね、本当に今ね、こんな状況でやめた方がいいですよってね、本当親心としては言ってあげたいんですけれども、それでね、ただやめろって言ったってね、せっかくこうやって一生懸命ね、やってるのに反発心しかね、出てきませんので、いろいろですね、の考え方とか、そういったものもね、一、私の提案としてですね、ちょっと聞いていただければと思います。それでね、何か、お気づきが何かあればね、と思いますんでね、順を追ってですね、今から解説をしていきたいと思います。まずですね、この最初にですね、一番これ、心配なね、状況がね、1日あたりの摂取カロリーが700キロカロリーが平均だってことなんですよね。これはね、匿名さんね、やばいですね。ちょっとね、やばすぎますね。この少なすぎます。じゃあなんでね、少ないのかっていうのを今からご説明をしていきたいと思います。こちらのね、表を見ていただければと思うんですけれども、こちらですね、厚生労働省からですね、発表されております、日本人の食事摂取基準ということでですね、2020版ということで一番新しいですね、ものなんでございますけれども、こちらの中でですね、匿名さんは今ね、中学校3年生でございますんで、15歳
なんですかね、まあ、その欄をね、この黄色の欄を見ていただければと思いまして、で、女性ということでね、この身体活動レベルっていうのが 1,2,3 ということでねあると思うんですけれども、これはですね、まあ1っていうのが低い、ね、2普通、3高いというね、3つのレベルに分けてということで、カロリーの摂取量をね、こう概算的にこう上げているんですけれども、まあこの匿名さんの1日の運動量の感じですと、まあ2でいいのかなと、普通なのかなというところでいきますと、1日のね、必要エネルギー量、こちら2300キロカロリーになっておりますね、これね。で、じゃあ今ね、匿名さんが取っている摂取カロリーはっていうと、1日あたり平均ですからね、700ですから、そうするとこの赤の欄をね見ていただければと思うんですけれども、まあだいたい650だからね、700ですよね。これね、年齢でいきますとね、1歳にも満たないね、9ヶ月から11ヶ月の赤ちゃんのですね、これ必要なカロリー摂取量になっておりますね。ですので、これどういうことなのかっていうのを、これを見ていただければ一目瞭然でございます。今、1歳以下のね、赤ちゃんの必要エネルギーしかですね、摂取していないっていうね、現実でございます。この今のカロリー摂取状況で一番心配されますのはね、まず女性ですからね、この生理不順ね、これになっちゃいますね、これね。このまま突き進んでいっちゃうと。はい。あとは、メンタル疾患のね、リスクも非常にこれね、備えてます。で、私、そっちの方のね、メンタル疾患の勉強の方も今、一生懸命させていただいているんですけれども、このね、助けてくださいと。本当に減らないと。ね、もうかなり今ね、体重に対して過敏になっちゃってる状態ですね。これね、本当に拒食症とか過食症、こういったもののリスクっていうものが、もうね、今、紙一重になっちゃってるな。状況になってますから、食べるのがね、正直今ね、怖くなっちゃってるんじゃないですかね。本当に体重ばっかり目がいっちゃってるような状況で。だから、もうメンタル系のね、疾患の今、本当に紙一重になっている、追い込まれちゃってるような状況だとね、冷静に考えていただければと思います。もう本当に明らかに少ない状況なんで、体本当おかしくしちゃいます。あとはね、まあ今中学校3年生で女子だから、ある程度の成長の方はね、身体的なものは身長なんかはある程度安定して止まってきてる状況なのかなと推測はされますけれども、まだまだですね、中学3年生、女子といえどもですね、今成長期なんです。で、今何がですね、今猛烈に成長しているかというと、ここです。脳です。脳が今ね、一生懸命ね、細胞が作られてね、どん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 今脳をね、構築しているような状況なんですよ。中学校3年生ってまだまだ。そうなってくると、今ね、このカロリーの摂取量になっちゃうと、脳の発育、これ、止まっちゃいますからね。だって、あれですから、必要のエネルギーが全然いってないんですからね。脳の発育を止めてしまってるような状況ですね。で、冷静にね、これ考えていただきますと、なんでね、じゃあ未成年がですね、酒を飲んじゃいけないのかっていうのはですね、それはアルコールが脳の発育を止めてしまうからなんです。脳を萎縮してしまう作用があるから、未成年は絶対的にお酒は法律で禁止されているわけでございます。ね。まあそういったところをですね、もう一度考え直していただければなと思うんですね。で、これからですね、具体的にですね、じゃあね、せっかくなんでね、もうちょっとね、体重を落としたいというところで、まあ個人的にはですね、この体重を落とすっていうよりも、この皮下脂肪あたりをね、ちょっとこう見ていただくということですね。体重はね、あんまり気にしないでいただきたいっていうところが私の心からのね、お願いでございます。筋肉量がね、ある程度運動してですね、増えてくると、体重って増えるんですよ。だけれども、皮下脂肪って落ちるんですよ。だから、ウエストがしっかりこう、ギュッとね、引き締まりながら、逆に体重はそれで増えるっていうね、ケースもありますんでね。そういったですね、ある程度ダイエットをするにあたって、筋肉量をですね、ちょっとね、増やしていただければ、効率的にですね、脂肪をですね、燃焼することができるんですね。で、それをちょっとね、なんでかっていうところをまたご説明をね、していきたいと思うんですけれども、
今ですね、この匿名さんが1日あたりどんなようなね運動をしているかっていうとですね、ウォーキング30分ですね。で、腹筋運動をねちょっとやってるというような状況だと思うんですけれども、ウォーキングをですねちょっとどれだけのですねカロリーを消費するかっていうのをね計算式でちょっと出して計算してみましたんで、そうすると匿名さん今44キロでございますんで、それで時速 4.8 キロで30分のウォーキングで81キロカロリーの消費なんですね。普通にだから歩いたウォーキングですね、皆さんがやってるような。でこれをですねもっとね、時速 6.4 キロっていうともう結構ね競歩みたいな感じですね。ギュッ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 、多分こういうウォーキングはしてないと思うんで、そういうねギュッ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 やったウォーキングでも116キロカロリーの消費なんです。逆に言えばですね、それしかウォーキングではですねカロリー消費できないんですね。本当ビビたるもんなんです。他のね食べ物に例えてみますと、まあ匿名さんマヨネーズなんかね、食べてないと思うんですけれども、マヨネーズね、大さじ1杯ですよ、すり切りでね、あれでですね84キロカロリーなんですよマヨネーズ。そうすると今やってるねウォーキング30分ね歩いたってマヨネーズ大さじ1杯分のカロリーしか消費してないんですよ。そうなってくるとですね、なかなかこれ厳しい状況じゃないですか、冷静に考えてね。そうするとどうやって効率的にですね、体脂肪をね落としていくかと言いますと、まずは匿名さんのですね、基礎代謝量ですね、こういったものも把握しておくことが必要だと思います。これもね概要欄にリンク載せておきますけれども、計算しますとね、匿名さん44キロの15歳ということでね、計算していきますと1日あたり、まあ、1263キロカロリーのカロリーをね消費しているわけでございます。それプラスですね、その他にももう通常ね寝ていてもカロリー消費してますし、普通に椅子に座っていてもねカロリーって消費してるんですね。あとは本当にもう食事を食べるとか、そういったものを換算しましてもやっぱり1日あたりの総カロリー消費量っていうのは、さっきのですね厚労省の話になってきますけれども、身体活動レベルが普通でいくと2300キロカロリーぐらいは消費してるんですよね、計算上でいくとね。それでいくとですね、本当に今ね匿名さんが700キロカロリーでね日々送ってるのってね、本当にやばいですよね。これね3分の1ぐらいしかねカロリー取ってないんですからね、まあ、そういった状況なんですよ。それでは匿名さんが足痩せをねしたいのであれば、有酸素運動はまあやらないよりはやった方がいいぐらいのレベルで考えていただければと思いまして、でできればですね筋トレをねしていただきたいんですね。で筋トレでもそんなにね鍛錬的な感じで追い込まなくていいと思うんですよ、最初はね。本当に今やってるじゃないですか、足痩せのストレッチとかね、そういった感覚でその延長線上でですね筋トレをやっていただきたいってことですね。じゃあ何のね筋トレをやればいいのかというのが、こちらの筋肉の話になってまいりますね、今度ね。そうすると筋肉の体積の割合っていうのをね、こちらの図でね、見ていただければと思うんですけれども、まあ要はですね、いろいろこういろんな筋肉がね、書いてありますけれども、この赤のですね文字をね見ていただければと思うんですけれども、これ赤の文字がですね下半身の筋肉なんですよ。大腿四頭筋ね、大腿三頭筋、大臀筋、大腿二頭筋ということで、まあいいでしょう、下半身の筋肉なんですよ、お尻とか足のね。それで下半身の筋肉がですね体のですね 52% を占めているっていうことでですね、計算上言われておりますね。そうするとどんな筋トレをやったらいいのかっていうと、足の筋トレなんですよ、要するに。だからスクワットとかですね、あといろんなのありますね、ブルガリアンスクワットとか、まあそういった筋トレの種目までね、やり方までこれ動画にやっちゃうと相当長い尺の動画になっちゃうんで、私別に動画出してますんで、関連動画ということでね、特に下半身の筋トレ動画ということでね、概要欄にリンク貼り付けておきますので、ぜひ、見てください。初心者の方でもねできる筋トレ上げておりますんでね、そういったことでございます。じゃあ今ですね、匿名さんがやられている筋トレの中で腹筋ありますよね。で腹筋ってね、体の中で占める割合ってこの11番見てください、一番下の
これ 2% なんですね。下半身のね筋肉が 52% に対して腹筋 2% なんですね。だから腹筋をですね、一生懸命ね、やったところでね、まあ有酸素運動と同じような感じなんですよ。やんないよりやった方がいいぐらいのレベルになっちゃうんで、全くではないんですが、非常に腹筋と有酸素運動で、ね、体を体重を落とすっていうことはね、体脂肪を落とすってことは非常に非効率的と思っていただければと思います。これでね、理解をね、していただいたのかなと思っておりますんでね。あとですね、重要なところもう一点ですね。今度は今、どれだけですね、匿名さんは1日あたりカロリーをじゃあ取ったらいいのってとこですよね。じゃ あさっきのね、厚労省から定められてます1日あたり2300キロカロリーの、こっからですね、引き算をしていくわけなんですよ。そうすると純粋にですね、今の生活で匿名さんは2000キロカロリーを日々取っていれば普通に痩せていくんですよ。間違いなく、これは絶対的に。もうあんまりね、ダイエットってね、難しいこと考えなくていいんですよ。カロリーのね、もう足し算引き算なんですよ。だから1日あたりの消費カロリーと摂取カロリーですね、それだけ知ってればいいんですよ。それで絶対的に痩せます。で、今2000カロリーぐらいだったら本当に緩やかに痩せていきます。で、それをじゃあ700キロカロリーで絶対ダメです。はい。なんで、まあ一番マックスでね、減らすとしても最低でも1500くらいはね、絶対的に取ってないとダメですね。最低、おすすめはね、1800ぐらいにしたいですね。そうしないとね、本当に今せっかくね、成長期ですからね、1500あたりで、私なんかも今までダイエットのね、経験でやってますけれども、もう脳がね回んないですね。私ももう散々ダイエット、腹筋バキバキの、まあ皮一枚になるまで、まあ7年間ダイエットのね、いろいろ試行錯誤してますけれども、1500じゃ脳が回んないです。これ中学生でやっちゃったら絶対的に脳の成長を妨害します。で、今の私の年代でもそれやっちゃうと脳がどん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 衰えていっちゃうと思います。ですので私もね、今ね1500っていうのはやめてますね。私でもだいたい1900いくつなんで、2000ぐらいで今ダイエットして、本当に確実にですね、2000キロカロリーの摂取で、まあ、こんな感じで今腹筋ね、順調に今年もダイエットね、成功してますんで、これ2000キロカロリーですからね、私。ですから、匿名さんもね、本当に全然大丈夫ですよ。1800ぐらいでね、ちょっとチャレンジしてみてください。それで、下半身の筋トレ。あとはですね、それ以外にもね、大きい筋肉っていうのは、背中の筋肉とかね、胸の筋肉とか、あと意外に知られていないのが、肩の筋肉ね。これ胸の筋肉よりも大きいんですよ、こっちの方が。そうすると、まあ匿名さんなんかで行くとね、ペットボトルなんかにね、水入れたものでね、肩のサイドレイジとかっていう種目があったりするんですけどね、そんなものをね、しっかりと動かしていただくっていうことでも、相当ですね、カロリーのね、消費にね、つながりますよね。肩の筋肉ちょっとやっただけでもね、こちらの割合で行くとね、三角筋なんですよ、肩って。そうすると 10% もね、これあるんですよ、体積がね。そうすると今筋トレやってる腹筋が 2% ですから、肩やった方がいいですよ、絶対。それだったらもう足と肩やった方がいいですよ。まあそれだけでね、全然違いますよね。もう 62% ですからね、筋肉をね刺激するのがね。あとは食べるもののですね、栄養バランスになりますね。これが PFC って言ってまして、P がですね、プロテイン、タンパク質ですね。で、F がファット、脂質ですね。で、C がカーボ、糖質、要は炭水化物でございますね。こういった割合を若干ですね、タンパク質を多めに食べてあげるってことでございますね。だから肉なんか食べちゃうとね、太っちゃうってイメージがあると思うんですけれども、そんなことはないんです。肉って痩せますんで、肉を食べるんですね。その割合が、今度肉を食べ過ぎちゃっても今度腸内環境が悪くなっちゃったりしちゃうんで、そこに糖質であったり油っていうのも
実は重要なんでね、特に女性なんであんまり油カットしちゃうとですね、今度今中学生だからあんまり気は使ってないかもしれませんけれども、これからね20代とか半ば過ぎてくるとね、シワとかそういったものが結構気にしてね来るところなんですけれども、そうすると油とかちゃんとね取らないとシワシワになっちゃう原因になっちゃいますね。あとは本当に今の状況で700キロカロリーでねダイエットやっちゃうと本当にねシワシワでガリガリの女性になっちゃいますから、どうですかってことですよ。魅力的な女性に見えますかってことなんですよ、シワシワでガリガリってね。ですので、まあ、そういったところもねもう一度考え直してですねいただければと思いますね。まあそういったことでですね、今回の回答動画は以上になりますけれども、この匿名さんの中でもね今回の動画が何かの気づきになっていただければね、私も一生懸命ねこの動画を作った回がありますんでね、ぜひ、何か一つでもいいんでね、取り入れていただければなと思っております。あと最後に一つですね、今の本当にもう一回言いますけれども体重ですね、これは全く気にしない方がいいです。もうこの体重は全くもって今痩せてますから、はい、 BMI でいけばもう完全に痩せっていうね分類になっちゃいますから、体重はねもう40キロっていうのはこだわんないでください。本当に自分が求めているね皮下脂肪、足が痩せたいんであれば足痩せね、今言った下半身のトレーニングなんかねしていけば痩せますので、しかしながら筋肉がつけば体重は増えますので、だから結果的に匿名さんが今後ダイエット成功しても逆にですね体重ね1キロ増えたにもかかわらず本当に足とかお腹のですね皮下脂肪が本当に取れている状況になっていると思うんで、体重は全くもう別に置いといていただければと思いますんでね、よろしくお願いいたします。そういったことでございまして本日の動画は以上になります。またですね私にご質問ご相談、何でも結構でございます。何かねございましたらお気軽にですねコメントをいただけましたら一生懸命ね、回答していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。またですね今回の動画がちょっとでもねいいなと思ってくださった方につきましてはグッドボタンいただけますとね、今後の動画投稿の励みになりますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。あとですねツイッターの方もやってますので、もしよろしかったらフォローをねいただければと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。